ちは、こんばんは、黒政と申します。この放送では中国史好きの私黒政が中国史上の偉人を紹介するラジオとなっております。前回の放送でもお伝えしました通り、年始年末は中国史というわけで、今日のですね、2020年12月31日と明日の2020年1月1日の、2日連続でですね、放送をいたします。ちなみにですね、私が好きな、中国史系 YouTuber の、鳥人間さんという方がいらっしゃるんですけども、その方も、チャンネル内でですね、年末年始は中国史、年始年末は中国史ということをおっしゃっておりました。つまり、そういうことなんですね皆さん。はい、そういうことです。どういうことなんですかっていう声が聞こえてきそうですが、第13回目である今回はですね、チャンネル初のですね、作家さん、小説を書いた書く人とか、作家さんを紹介したいと思います。三国志演義、あと水滸伝とかですかね、の編者である羅漢中を、紹介したいと思います。まずですね、羅漢中のエピソードを紹介する前に、羅漢中の概要について説明いたします。姓は羅、名は本、あだ名が漢中、なんですね。なので本名は羅本という形になりますね。ちなみに、名の本の字はですね、ブックの本の字ですね。で、元王朝末期から明王朝初期の作家さんですね。出身地は、山西泰山という、現在の山西省の泰山市の人とされているんですけども、一部ではですね、山東桃源という、山東省の、泰安市の桃平県というところがあるんですけども、そこの出身であるとかは、あるいは商工、浙江省ですね、浙江省地域とかを、出身としているという説もあるんですね。確定的なことは分かっていないんですね。生没年は不詳ですね。活躍した時期を鑑みて、おそらくは、1330年から1400年の間に、存命していたのではないかというふうに、言われているわけなんですね。はい、それではですね、羅漢中のエピソードに入ります。ちなみにですね、大晦日の放送ということで、終わりよければ全てよしということで、今回の放送ではですね、ちょっとテンションを上げて放送しようという初の試みをちょっと実施したいと思います。今日のですね、大晦日をテンション高く、楽しく放送をすることで、皆様のですね、今年1年が、テンション高く楽しいものであったと、錯覚していただければと思います。もちろんそんな関係なく1年楽しくありましたっていう人は、そのまま温かい感じで見守っていただければ幸いです。それではですね、羅漢中のエピソードに入ります。ちょっと最初に、この言い事のあれなんですけども、羅漢中自身についてはですね、記録がほとんど残ってなくてですね、その来歴もほとんど分かっていませんから、ちょっとそんなわずかな、情報を頼りに、今回紹介していくということを、ご了承ください。はい、じゃあ行きます。四大奇襲とされる三国志演義、水滸伝を編した、方と言われているんですね。著者でなく、あくまで演者であったわけだったんですね。よく三国志演義の、作者が羅漢中だと勘違いされているケースが多いんですけど、羅漢中はですね、三国志平和という、民間伝承とか、三国志の、講談の垂れ文とされている話をベースにして、三国志の正史の情報を、話の元に整えたり、その情報を元にして、付け加えたりしてるっていう、作品なんですね。なのでですね、一から作ったのではなく、あくまでですね、変者というわけなんですね。ちなみに、四大奇象というのは、中国で現代から明代にかけ、俗語体で書かれた4つの長編小説の総称なんですね。奇書という意味は、世に稀なほど卓越した書物という意味です。四大奇書というのは、
信頼前期の書店がですね、販売促進用につけたキャッチフレーズです。平賀源内の土曜の丑の日と、まあ、同じ感じですね。羅漢中についてなんですけども、主にですね、浙江省地域、現在のですね、江蘇省、浙江省の2省のあたり、ここら辺で活躍していたとされていますね。活動していたとされております。水古伝のですね、教長の著者である、シタイアンという人物がいるんですが、このシタイアンの弟子であるという説がありますね。ちなみにですね、一説では、この水古伝の親密スタイルはですね、シタイアンが書き上げたものを、門人だった羅漢中が文書構成したというふうに言われており、そうなるとですね、羅漢中が水古伝の編者になるのはんって感じにはなるわけなんですね。性格としてはですね、ネクラ、コミショーではだったのではないかと言われています。まあ、親近感が湧くんですね。私、黒政、マジでコミショーなんですね。とある書物にではですね、数十作の作品を書いたが、人付き合いの悪い性格で、最後には行方不明になったというふうに書かれているんですね。なんか、社交的で花がある作家というよりは、実質にこもって、自分の頭の中で練りになって一心不乱にそれを出すというイメージが想像できますね。まず元末の混乱時に、まあ、中国の軍友割拠の事態になるわけなんですが、この羅漢中、その当時の有力勢力の一つであった張子清という人物に仕えていたと一説では言われております。ちなみにですね、師匠だとされている師太庵も、この張子清の勢力に仕えていたとされております。三国志演義の赤壁の戦いの描写では、同時期の軍友で張子清からすると敵対勢力となる朱元璋の勢力と陳友諒の勢力、この2勢力の戦いである破陽湖の戦いをモデルにしたと言われております。破陽湖の戦いの様子を見るとですね、確かに東南の風が吹いて船団が大層赤く燃え上がったみたいなことが記されているわけなんですね。張子清に身を置いていた羅漢中が敵国情報として破陽湖の戦いを知り、それをですね、後の作品作りに生かしたというふうに思われますね。ちなみに三国志演義での諸葛亮は敵対勢力の朱元璋勢力で、朱元璋に大いに検索をして貢献した劉貴という人物がモデルとされております。ちなみにこの朱元璋勢力が後の明王朝の勢力になるんですね。羅漢中を取り扱うならこのテーマは避けれないということで、ちょっとですね、羅漢中被害者の会についてご紹介したいと思います。三国志演義において正史の三国志の記述よりですね、明らかに割を食っている人物について、変者の羅漢中の名を借りて羅漢中被害者の会という風な名をつけて同情されているわけなんですね。以前ですね、創設の会でもちょっとお話しいたしましたので、もしよろしければそちらの会も、ご視聴いただければと思います。史実に、史実と比べて惨めな死が、突き込まれていたり、正史ではですね、善人扱いの人物が悪役にされていたりという感じが、羅漢中被害者の会の人々の、被害状況なんですね。ただですね、これは羅漢中個人がですね、意図として、まあ、悪意を持ってそうしたというよりかは、三国志演義がですね、三国志平和といった、民間伝承とか、講談の種本とされた話をベースにしていたという側面が大きいのではないかと言えるんですね。もともとですね、当時の講談や小説というものは口頭無形な感じのものが多くてですね、史実の正確さというよりかは分かりやすく派手な描写が好まれていたので、話の盛り上がりの都合でめちゃくちゃにされた人物が出てしまったということではないかと思うんですね。ちなみにですね、この羅漢中被害者の会にはですね、多くの機能人物が加わっているんですが、羅漢中の生きていた時代が関係していると思うんですね。羅漢中が生きた時代はですね、もともとは北方か侵略してきた異民族のモンゴル族が中国を支配するという形で元王朝を建てており、北からの勢力モンゴルと北に勢力を誇っていた義を結びつけて、北イコール悪として、悪とされた義の勢力の人々が割を食ったというふうに言わ
以上が羅漢中のエピソードでした。三国志演義の生みの親でもあり、まあ、謎多き人物、まあ、謎多き人付き合い苦手系作家という、まあ、羅漢中っていうわけだったんですね。まあ、ちなみにですね、羅漢中がまあ謎の人物すぎて、なんですか、まあ、三国志演義は多くの講談師たちが、まあ、羅漢中の名を借りて出版したという、まあ、ちょっとしたとんでも説があったりもするわけなんですね。ちなみにですね、私黒政があの中国史の世界に入ったきっかけがですね、光栄テクモさんが、リリースされた新三国無双2という、プレイステーション2のアクションゲームだったんですね。まあ、当時はですね、私あの中国史についてほとんど知らなかったんですが、まあ、ただアクションゲーム好きだったので、まあ、このタイトルを買ったわけなんですけども、まあ、このゲームにハマるとともにですね、まあ、中国史にも興味が湧いて、まあ、今日ではですね、今日では、中国史の偉人を紹介を皆様にしているという、流れになっているわけなんですね。まあ、このゲームはですね、三国志演義をまあベースに作られているので、もし羅漢中が存在しなかった、まあ、あるいはですね、まあ、羅漢中が、三国志演義を世に送り出していなかったら、私がですね、まあ、中国史に触れるきっかけもなく、こうしてですね、あのまあ皆様に配信するということもなかったと思うんですね。まあ、そう考えると、私にとってある意味一番のまあ偉人がこの羅漢中となると思いましたので、ちょっと今回紹介させていただきました。はい、本チャンネルではですね、今のような感じで定期的に、中国史の偉人を紹介していきます。主にですね、私が好きな春秋戦国時代の偉人を紹介していくんですけども、他の時代も紹介していく予定です。まあ、今回のような感じですね、予定です。皆様にお楽しみいただけますようコンテンツ作りをしてまいりますので、まあ、ぜひぜひですね、チャンネルフォローとか、まあ、お気に入りとか、高評価ボタン、コメントをお待ちしております。まあ、今回みたいな初の試みに対してなんかそのコメントというか感想アドバイスとかいただけると、今後のコンテンツ制作の参考になりますので、よろしくお願いいたします。それではまた明日の放送でお会いいたしましょう。黒政でした。バイバイ。